はじめの一歩が好きな皆さんは、作品を見ている中で、惹かれていくキャラが存在すると思います。それは、強いキャラだったり、かっこいいキャラだったりと、様々ですが、普段、スポットの当たらない、お笑い担当のキャラが存在することに気づいていますか？それは、もしかして、そうです、青木まさる、この人です。こと、ボクシングに関しては、感動する試合も行っていますが、いまいち、うだつの上がらないキャラとしても名が上がる一人です。ですが、ボクシング以外に目をつけた時に、素晴らしい才能を数多く持っている、魅力のキャラであることも確かです。今回は、そんな才能をピックアップし、ランキング化してきましたので、発表します。おーおー、青木界なんだな、楽しみだぜ。青木が好きな方は、チャンネル登録をして、青木の好きなところをぜひ、コメント欄へ書き込んでください。みんなの青木に対する愛を、コメント欄で語らおうぜ。では、早速ランキングに入ります。青木の輝かしい才能は、これだー。第3位、野球、プロレベル。沢村 VS 真柴戦が終わり、真柴は反則負けになり、沢村は事故でボクシング生命が絶たれた。この、最悪な結末の一戦で、同階級だった木村が、喜びを隠せずに踊っていると、不謹慎だと一歩が一喝。二人は険悪ムードになり、仲直りのために、元甲子園出場メンバーと、草野球にて戦い、復縁するという名目で試合が行われた。勝てるはずのない勝負だと思われていたが、我らが青木の剛速球で相手を打ち取り、木村のホームランにて先制点を挙げる。この二人の活躍プラス、ワンポのファインプレーにて、試合は勝利となる。高村にも、ボクシング以外だと驚かないなど、才能あふれる男だということも認識されており、敵がいないので野球をやめたと、本人が言うほどに、野球の才能に恵まれた男だということが、分かった回でもあった。他にも素晴らしい才能があるため、野球は3位にランクインしました。この男の素晴らしさは、これだけにとどまらないんだよな。第2位、ボーリング、プロボーラー級。一歩の初タイトル戦、伊達英二との試合前に、ボーリング大会が開かれた。ボーリングのスコア見て、好きな女の子を誘えるといった、俗に言う、男の戦いが繰り広げられ、もちろん一歩の好きなクミちゃんも、その中にいた。男たちが白熱している理由は別にあり、失礼極まりない内容だが、トミコという、外れくじを引きたくないがために、白熱のボーリングは続いたのだが、そこでも青木の才能が発揮される。高村、木村が、青木には追いつくことができないと言わせるほどに、ボーリングの際溢れる高騰っぷりに、自身も、まあまあだな、と、発言するその様は、かっこいいことこの上ない。結局その戦いは、青木の完全勝利に終わり、皆が、ドキドキしながら見守る青木の目に留まったのは、トミコだった。いや、トミコなんかい。結局、トミコとは、現在もラブラブで続いており、青木には女の子を落とせる才能もあるかもしれない。だが、このお話は、また後日、あるかもしれない。絶対ねえだろ。第1位、ラーメン屋店長、ラーメン作りのプロ。青木まさるといえば、ボクシングの傍ら、ラーメン屋の店長を務め、鴨川、軍団に愛されるラーメンを作れる男というのが定着している。その腕前は本物で、ツバメの巣を取っては、それを素材にラーメンを完成させ、しかもうますぎるなどと周りが絶賛するほどに、味の開発はさすがはプロといったもの。そこへ、ツバメの糞を入れても、美味しいラーメンを作れる腕前で、高村へ報復するチャンスだったのだが、自身についている守護神のせいで、自分に帰ってきてしまう。ラーメン開発では、右に出る者はいないほどで、常連にも愛されており、多店舗展開できるほどの才能もある。ボクシングの世界は、寿命が短く、ボクシング人生を終えてからの方が、人生は長いとされているが、我らがこの男、青木まさるなら、どんな道に進もうとも、大成功を築くこと間違いないでしょう。一家に一台欲しいくらいだぜ。皆様、いかがだったでしょうか？お笑い担当のキャラだと、侮られがちだが、初めの一歩史上、最も才能に溢れたこの男。何度か、引退を決意する場面もあったが、しがみついてでも、這い上がろうとするその姿勢に、私は感動し、応援せざるを得ません。俺も、当初からずっと、応援してるんだぜ。時には、ブロッコリーになったり、下痢で、体内の水分をすべて、失ったりなど、波乱続きのこの男ではありますが、青木まさるが大好き、いや、これからも応援します、といった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルでは、初めの一歩を主体として動画投稿していきますので、気になる方は、ぜひ、チャンネルへ来て、他の動画もご視聴お願いします。伊賀に敗れ、這い上がり、目標に向かって伸び続けている、この一輪の花を、私はこれからも見続け、応援していきます。みんなも、青木を応援していこうぜ。本日も、ご視聴ありがとうございました。次の動画でもお待ちしております。では、さよなら、ほな青木に。